オバマ氏のタラの賞の少林寺には、現在、国宝になっている如意輪観音がある。昔、少林寺に泥棒が入って、この観音様を盗み出し、京都の道具屋へ売ってしまったのやと。観音様はいつも鍵のかかったお寿司の中にしまってあるので、村の人は観音様が盗まれたことに気がつかなかったのやと。この村にジンベイという人がいたのやと。ある時用事があって京都へ行ったのやと。街を歩いていると、ジンベイさん、ジンベイさん。と呼ぶものがあるのやと。振り返ってみると、若い娘やと。娘さんは、近くの古道具屋の中へ入っていったので、ジンベイさんも、その後について、店の中へ入ったのやと。そやけど店の中に娘さんの姿がないのやと。ジンベイさんは店の人に、今家へ入った娘さんはお宅の娘さんですかの、と尋ねたのやと。店の人は、いや、うちには娘なんかいないよ、と言うのやと。ジンベイさんは、変やな、確かに入ったはずやに、と思うて店の中を見回すと、なんとタラの賞の観音さんとそっくりの観音像が置いてあるのやと。ジンベイさんは驚いて村へ帰り、村の人にこの話をしたのやと。それでお寺の世話人たちは、早速京都へ行き、御用の金で観音様を買い戻してきたのやと。それ以来この観音様を、ジンベイ観音というようになったのやと。この観音様は、あまりに有名なので、何回も盗まれているのやと。でもその都度、無事に戻ってきているのやと。ある時、山伏がこの観音様を盗み、背中に追って逃げたのやと。夜中歩いて、ずいぶん遠くまで来たのやと。ここまで来れば、もう大丈夫や、と思って、一休みしたのやと。夜が明けてきたので、あたりを見ると、なんと、そこに岩たらの庄の村はずれやと。山伏は同じところを、ぐるぐる歩き回っていたのや。山伏は、恐ろしくなって、観音様をそこに置いて、逃げていったのやと。最近では昭和32年にまた盗まれたのやと。今度はもうダメかと思っていたら、鳥取県で売られているのが見つかり、警察の手で無事に戻されたのやと。その時は村中の人が総出で、オバマの警察署までお迎えに行ったのやと。
you